月曜日です。やってまいりました。1月15日月曜日です。なんか新入荷がね、また新年早々あったということなんで行ってみます。ウーバールバーみんなが集まってますよ。そうなんですでは、ではではでは行ってみたいと思います。新入荷ですね。力入ってみたいと思います。どうも、どうも。さあ、入口から見たいと思います。おう、5000円。安っ、安っ。え、これ5000円。5000円。5000円です。マジで、はい、安っ。あの大きいのいいじゃないですか。5000円。これ、はい、マジですか。これもめっちゃええやん。5000円。これは安いわ。これも好きやけどね。では新入荷いただきます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。では行かせてもらいます。こちらがモンスター。はい、モンスターですね。今回のモンスターです。あと3匹ぐらいでかい子いたんですけど、売れちゃった。売れちゃいました、はい、すごいやんかこれ。大きいのは多分あの桜の子ですかね。あ、あれが大きいかな。すごいですね。あの赤も大きいんじゃないですか。向こうもこれも大きいですね。はい。おお。あの、あ、そうです。今こっちはね、ここが一番大きいです。大きいね、はい、この大きいね、これがいいね、柄、はい、すごい綺麗。これが39,800円。29,800円から39,800円ね。これいいですね。これはいいな。大きさで言うたらあれやし、綺麗ね、これもね。はい、そうですね。あの、これ多分 23-24cm ぐらいの感じですね。あるよね。はい。1匹でかい子 25cm 以上。あ、当たる。はい、すごい。あの桜も綺麗ね、でも。はい。うん、めっちゃ綺麗。そう。すごいな。こっちがオランダ。はい、ショートテールです。ショートテールね。はい、15cm ぐらい。そうですね、でかい子は多分 15cm ぐらいちゃうかなっていう感じですね。そんな感じだね。はい、水槽が大きいんで。水槽大きいは分からへんね。そうなんですよ、結構小さいんですけど、あの子がでかいんで。そうなんですよ、分からへん。小さいで、手ちょっと当ててください、はい、手を。僕の手はもう失格ですよ。失格やね。失格なんですよ、分かりにくいね、いつも、はい、基準にならない。ほんまや。それがいいんですよ、はい、それがここでいいとこなんです、はい、で、こっちが、オランダトリプルAグレードのブラックの個体です、ね、ブラックの個体ね。話してみにくいですが、あ、なるほど、はい、あ、映ってますわ、はい、大丈夫ですよ。ゴミキが6匹で、ゴミキが6匹ね、下の6匹なんですけど、はい、ですね。皆さんよう見てくれてますよ、ここでね、はい、ありがとうございます、本当にね、はい、お互い助かってます、はい、お互い助かってます。じゃじゃん、こっちだね、今回ね、また入荷した、ね、ランチューやばいぞ、これサイズで13から大きい子で15センチ程度、13から15ね、はい、ここで15センチ近くあります、ね、あ、なるほどね、はい、これで15センチぐらい、はい、これで15センチ、皆さんね、かなり大きいですね、比べてください。また柄がこのまだらでいいですね。そうですね、うん、なんかかなりイグレードのものすごいですね。はい、エドニシキ、サクナ、少しパンダ系もいたんですけども、売れちゃってはい、プロランチューも、5、6匹いたんですけど全て売れてしまいました。ああ、なるほどね、はい、これが1キュッパーですね、はい、の税込みで、こちらも、ね、こちらもね、一緒ね、はい、この部分が一緒やね、はい、ここが一緒です。ああ、みんなかっこいい柄やな、はい、いつも思うけど、やっぱりこんだけおったらね、選びやすいというか、はい、ね、選べるんでいいですよね、はい、本当にお客さん来ていただいて楽しいかなと思うんで、ね、楽しいね、はい、うわー、これ最高やな、めっちゃいいよ、いいっすね。
うん、綺麗、めちゃくちゃ綺麗です。はい、うん、まるまる太ってるね。そうです ね、 ね、 体型の子ね、この子なんか全然形が違う、はい、面白いですね。顔がまたね、はい、いつも言うように顔がもうどうしようもない顔でもね、可愛い。これ面白いのが柄のあるのと真っ白のと全く違うもんね、はい、真っ白なやつまた可愛いしね、顔だけ真っ白なやつ目だけピョンとね、はい、黒かったりするから。ランチはいいよ。こっちはまたオランダのね、はい、前のグレーグレードポイント系の子が残り3匹だけ。あ、綺麗わ。はい、こっちも綺麗なんですよ。あ、綺麗わ、めっちゃ綺麗わ。その一番手柄も結構僕も気に入りなんですけど。これですか。はい、あ、そうだね、何でも抱いてるのかな、ちょっと分からないね。わあ、綺麗綺麗綺麗、ほんまや。サイズも結構あるんで、相当多分19センチぐらい。19センチね、はい、めっちゃ綺麗。ほんまやね、いい、いい個体ですね、はい、すごい綺麗です。ほんまや、わあ、ええわ、めっちゃ綺麗。これも綺麗、最高。綺麗ですね。ね、綺麗ね。第5ローレット。うん、お前は。ね、めっちゃ綺麗。いいな、たまらんな。ランチのちっちゃいのもいてるよね、これ。はい、ちっちゃいのもいてます。ね、これはちっちゃい版。あ、ほんまや。8000円のやつ。かわいいな。まあ、10匹程度いたんですけど。あ、もう売れちゃいました。はい、おお。こうな、こうやって白い顔のやつって可愛いな。はい、可愛いです。まだ柄があるのと全然ちゃうもんね、はい、これはこれで愛嬌があんね。めっちゃ可愛いよな、ランチューってほんま。黒かったら黒かったで目が黒いからね。真っ黒やし、白かったら白かったで目だけね、はい、ごつい目立つし。めっちゃ可愛いね、これは。口元が何とも言えないもんね。ほっぺたが膨らんでるというか。これ見てやろ。こんなやつおるもんね、人間でも。ボケとしたやつ。これ見て、正面から見たら大変やよこれ。めっちゃ可愛い。いいっすね。ね。今次はどっちかな、はい、これね、ローズテイローランド、これ前回のね、はい、お、12センチから15センチ、ね、はい、とても買いやすいサイズ、買いやすいサイズね、はい、ね、こんな感じで、その頃多分13センチぐらい、13センチぐらいかな、ですね。ほんまやね。減った見てもいっぱいやからね。いつも言うように、こういう風に感じてください皆さん。こういう60センチぐらいの水槽とかで。まあ、60センチ水槽で大体このクラスの子多くて、まあ、6匹程度とか飼育されている方いらっしゃる。あ、そうですか。あとはまあ水換え頻度と、頻度ね、あとろ過層がどんどん使われているかによって、ね、そこでも変わるんで、ね、ぜひインスタグラム等でも、はいはい、いただけたらなと思います。金魚って結局ろ過層ももちろん大事やけど、はい、あのまあ、スポンジフィルターとね、はい、水をほとんど変えて、はい、PSB 入れたりしてね、はい、ほんならもう、そうね、このろ過層いらない人もいますよね、はい、そうですね、そうす、だから買い方いっぱいあるよね、いろんな買い方がありますね、ろ過層に力入れるか、はい、水に力入れるかもね、いろいろあるんで、はい、ほんま簡単なのはスポンジフィルター1本でいけるんですよ、そうです ね、ほんまね、はい、水槽水あのだけちゃんとやっといたらね、はい、一番楽ですよね、はい、うん、はい、いいもんねこれ、ほんまにね、僕もこれだけなんですよ、はい、めちゃくちゃいいよ本当に、性能高いですね、まあ、それプラスこういうのがあればね、はい、最強やもんね、最強やね、もう金魚はいいよ本当にね、本当にヒーターがねいらないし、ほとんどいらないし、最高です。ウーパールバー、みんなで集まってますよ、はい、そうなんですよ。リューシーが1匹で、カルビの2匹、その黒目の子がリューシーですね、おー、でマーブルが2匹、黒の子も、おー、結構サイズもあるんで、みんな集まってますね、そうなんですよ、みんな同じっぷり集まって、かわいい、こっちおれへんもんね、せっかく広い水槽用意してる。こ
これはヒーター入れてるのかな。ヒーター入ってます、はい、ね、ここ結構そこで温度変化が激しいんで、うん、あ激しいんでね。でもヒーターなしでも全然いけますよね、はい、いけますよね。この前撮影行ったとこなんかもう真水やったもんね。あ冷たいとこ、はい、すげえ冷たかったですよ、はい、いやでもどうせカメラやったらちょっとヒーター入れた方がいいかなって僕は思いますね、はい、うん、動きが良くなるもんね、はい、うん顔乱中やん、はい、顔乱中やんさあ次はほんなら、はい、ね、新入荷のこれかな、はい、ここは今回もうだいぶ減っちゃったんですけど、はい、このクラスが今回で合計で80匹ぐらい入っていく。80匹入ったんですか、はい、おこれと横のもう一本の水槽とで感じます、ね、いいじゃないですか、はい、こちらも現地でトリプル A グレードっていう。トリプル A グレードね、はい、おかわいい、みんないい顔してるわ。そうですね、ね、頭のでかい子が、そう、あっちなんか目大きいから可愛いね、はい、そうですね、ランチュー顔の子いますよ、はい、すげえ目が大きいね、みんななんかそう、めっちゃ可愛い、ほらその子もめちゃめちゃ可愛い、あの子ら二人目が大きい、目可愛いな、いい個体が多いな、ね、めちゃくちゃいい個体多いですよ。そうやね、うん、めちゃくちゃいいです。次こっち行きましょうか、はい、これもトリプル A クラス、はい、そうですね、これね、トリプル A クラス、はい、同じくですね、今うわ見てこの赤、この赤も見てこれフラワーホーンや、はい、すごいことになってます何が入ってんやろこれもうブニブニして脂肪やね、はい、めっちゃ可愛いこれ、目が大きい子多いな、はい、今日はめちゃくちゃ、はい、このようなパンダの目が、うわ綺麗わ、これなんか背中も黒くてかっこいいやんか、これ綺麗、めちゃくちゃ綺麗やん、これ分け方が綺麗ね、これそうです ね、しっかりあの子だけ黒い奥に行くのがめっちゃ綺麗ですよ、分かれ方が色背びれだけ黒く、あの子逆さまに見えますね、すごいでしょ、腹びれ、胸びれ、背びれ、尾びれ、あの子ね、あの子ね、背中が反対に見えた、はい、背びれが上ね、黒いから、はい、あこの子、あこの子か、ほんまやほんまや、一瞬逆さまに見えた、はい、そうなんですすごいですね、かわいいかわいい、あめっちゃ綺麗わ、色合いがめっちゃ綺麗よ、みんな、ね、はい、めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗、すごいな、すごい綺麗よ、みんな、この子も多分すごいですね、ああすごいですね、本当やね、はい、いやこれ2万円ぐらいで買えるんやったら本当幸せですよ、本当に、値段は本当に頑張ります、ね、安いですね、はい、マジで、いやほんまにほんまに、いや安いよ、はっきり言って、うん、はい、結構遠方から来ていただけるお客さん、昨日、うん、カナダの方からお客さんも来ていただいて、ああそうですか、何で安いんですか、うん、絶対安いと思う、独自で自分たちで何もかもやってるからと、何もかもやってるので、当然取りに行くのもそうですし、手続きも何もかも、あそうやね、やってますもんね、やっているので、毎日携帯で動画見てますね、あなるほどね、なるほど、いいのみたいな、やっぱ僕ニヤニヤしてるみたいで、あお客さんから何携帯見てニヤニヤしてるこの顔見てくださいよ、嬉しそうな顔、こんなしながらニヤニヤしてるお客さんから何携帯見てニヤニヤしてるのって言われて、いやいや、じゃあ怪しいことしまい、店長売れるんちゃうかな、いやいや売れ俺買いますわ、不良最高です、うちの嫁はん気に入ってますから動画見て、ありがとうございます、娘も気に入ってます、ありがとうございます、めっちゃ気に入ってますからね、はい、いやめっちゃええ個体ばっかりやからな、これは1キュッパから3キュッパの、前回輸入瓶の、前回輸入瓶ですね、はい、うん、そうですね、まあ、サイズで分かれてて小さめの子が1キュッパ、はい、1キュッパでね、この子たちはかなり大きいんで、大きいね、そうやね、大きい大きい、めっちゃ大きい、はい、このタイガーの子とか柄めちゃめちゃ綺麗ですけどね、サイズは小さいんで、サイズが小さいんですか、はい、もうこの子は1万9800円ですね、なるほどね、はい、そうなんやな、このサイズにしよう思うのも大変やからね、まあ、そうですね、だからね、はい、だから水槽によって、まあね、皆さん買いはるけど、
結局沖縄のめっちゃ遅いもんね。そうなんですよ、その辺の差やね、はい、うん、だから水槽によってやけどね、皆さんね、はい、うん、現地はロン池とコンクリート池大量に持ってるんで、あとまああったかいっていうのもありますし、うん、だからさっきのこれぐらいのやつを 4,5 匹買うか、はい、これを2匹買うかいう感じで、はい、そうですね、でもあのちっちゃいのは沖縄の遅いしね、はい、池に掘り込まんとでかならんのもおるし ね、はい、ね、だから最初からこっち買うとか、はい、いや選択肢があるな、そうですね、いろんな選択肢あるんで、あるんですよ皆さん、これなかなか恋と違って沖縄 ね、ちっちゃいからままやからね、そうなんですよね、どちらも楽しみあるそうなんですよ、どちらも楽しみがあるんで、俺もよう分かんねえ、その辺、うん、ちょっとずつ大きくしていって楽しむやったらちっちゃいの買って、はい、もう玄関にでかくのボーンと置いてね、はい、やっぱり見せ場を作って、はい、そうやな、2本ぐらい水槽欲しい ね、 ね、 ね、最低でもね、どんどん増えちゃう、もうヤバっちゃうからね、マジマジマジヤバっちゃうからね、この子たちの前回に、はいはい、そうなんですよね、はい、そうやな、90センチ水槽ぐらいで、ね、はい、この辺 2,3 匹買ってたら、あ、そうですね、もう誰が見てもかっこいいもんね、はい、すごくかっこいい、そうなんですよ、そうなんですよ皆さん飼い方ね、とか飼育方法いろいろありますから、いろいろある、はい、選択肢がいっぱいですよ、そうですね、うん、本当にいろいろあるんで、そう、ぜひぜひぜひご相談いただけたら、ね、僕の昔の思ったのは、はい、ランチはもうこういう水槽で買わなきゃ思ってたんですよ、はい、低い水槽でね、そうですね、意外と大丈夫なんですね、インドネシアでもタイでもかなり水位があるね、結構水位あるね、これも今回入荷便で、先ほどの頃よりは少し値段が、はい、抑えられてて、ただ今回のこういう、はい、ね、マンダラが多いから、そうですね、グッズかっこいいですね、このものがかなり珍しいですね、このちょっとザラガラっぽいというか、そうやね、はい、すぐにもうご売却いただきました、うん、あ、この辺は日本のランチューでは出えへんもんね、まあ、色が出えへんもんね、はい、マジで国産では国産の良さがあるはもちろんあります、もちろんあります、はい、ちょっと長くてね、そうですね、上から見るのがいいしね、はい、だこっちはもう横からも見れるしね、そうですね、それこの柄がないわやっぱり日本のやつ、僕もよう撮影するけど、はい、うん、そう、この辺が考えたらやっぱりこっちがまあ綺麗だなと思うし、綺麗綺麗、めちゃくちゃ綺麗、そうなんですよ、出せないんですよこれがね結構今回カラーとあと体のバランス等も、うん、やっぱりあの今までもタイからランチのリクエストかなりあったんですけど、うん、はいはい、ずっとストップしてたのがやっぱりあんまり僕が動画で見させてもらってもいいのがいないなっていうイメージだったんで、ああ、そうなんですね、今回もすごいいいのが来たので、うん、もうすぐ買いますと、うん、やっぱりそうですね、そこから選別が始まって、選別が始まって携帯見てニヤニヤしてこの辺の差ですよね、皆さんね、このいい答えが入ってくる、選べるという、はい、はい、本当にめっちゃいいねめっちゃいいですよね、そうね、皆さん金魚ほんのまね買ってください、本当に絶対幸せやから、僕もアロワナも金魚もどっちもやってますから、はい、やってて思うんやけど金魚はええ、はい、ほんま金魚はええ飼育しててもいいしね、メンテナンスしてても何してもいい、マジで、まあ、どっちも見てはる人多いからうちもね言われんけど、はい、どっちかやったら今最近金魚に俺ハマってます、ね、あ、そうですか、はい、もう僕自身もアロワナも大好き、アロワナも僕も好きなんですけどね、はい、結局ねやっぱり金魚が見栄えもええし、ね、家族にも喜ばれるしね、はい、そうですね、そうなんですよ、日本の水槽にいろんな、そう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 、なかなかしてもねなかなか騎馬魚とか公的で嫁はんとか喜ばへんからね、はい、そうですねこっちだったらまだね、はい、はい、わ、綺麗で、そう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 、そうなんです、だから皆さん金魚流行ってますから、はい、ね、本当に、さあ今日はありがとうございました、ありがとうございます、また今年もよろしくお願いします、年末ありがとうございました、ありがとうございます、これ見てくださいよって分からへんもんね、はい、この体で持たれたら、いやどう言うたら分かるのかな、このサイズなんで、いやでかいわ、かなり大きいですね、でかいわ、手の先からここまで行ってますもんね、はい、皆さん感じてください、これ、はい、この体ですから、この体です、はい、178cm の155kg ある、155kg です、155kg、はい、これでかいぞ、指が、僕の指がこれやからね、はい、うわでかいわ、これ、このスタッフの人、皆さんこれちょっと説明してほしい、なんでこんなでかいんですか、これまたレオパと違うおまけトカゲモドキっていう種類なんですよ。あ、
そういう名前のやつがあるんですか。お化け、トカゲ、モドキ、なんじゃそら。もともとあるんじゃ、あるんですか、その。そうっす。本当。はい。あ、キプルト。でっかいな、マジで。かなりでかい。でこんなん僕初めて見ましたけどね。珍しい。こんなにでかいのはなかなかでも。あ、そうなんですか。ベリーとかなら。あ。もうここまで結果出た子はめっちゃ可愛い。これうちにも同じ柄のやついますわ、はい、でも全然違うもん。あ、はい、あ、めっちゃ可愛い。そうやな、普通のサイズでこんなもんやからね。そう、これはまだレオパと違ってシラフなんですけど、ね、でも大体があんな感じやもんね、はい、うん、でかこれマジで。売れちゃったんですかこれ。それ売れちゃいました。あ、売れちゃいました。いいですね、はい、でかいぞこれほんま、マジで恐ろしいぐらいでかいわ。すごいな、そんなんがおるんやな。お兄ちゃん一回持ってみて。お兄ちゃん持ってみて一遍。お兄ちゃんで大体普通の。普通の人より背高い。背高いけど、ほね、普通。うわ、でっかいやっぱり。でかい。でかい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 。動画とかやったらなかなか伝わらない。でかいでかい。何とやったらわかるんかな。これはこれサランラップのしんどい人ぐらいですわ、はい、ねえ、大きいな、はい、ありがとうございました。皆さんここもね遊びに来てください。皆さんね、ここも大変ですから。ぜひぜひ。子供さん連れてきたらね、はい、特に喜ぶし、親子で来てほしいですね。もちろん金魚というよりこっちをね見せてあげたいですわ、皆さん。本当に西アフリカトカゲモドキと、はい、ブラックライト。ああ、ブラックライト。そうやね。見たことない人おると思うんですよね。多分ね。こっちなんか多分ほとんど見たことないと思うんですよ。動画とかしかね。私の動画しか。実は私もここで初めて見たからね。ね。そうなんですよ。これ皆さん見てくださいよ。これちょっと実物をね親子で見に来てほしいですね。本当に。ほんでハマってほしいですね。ハマってほしい。ほんまにすごいから。こんなんもいてますからね、石亀ね、ベビー、なかなかねいないですよ、石亀ベビーって。ほんまに皆さん、子供さんにどうですか。私も一匹いただきましたんで、これ元気で元気で頑張ってます、はい、めっちゃ可愛い。そうなんですよ、こういうの見に来るだけでもいいと思います。5万8000。おお、ヘビね。おお、ヘビ行くやんこれはすごい数やからね、皆さん。これも一匹一匹映してたら大変なことになるんで、皆さん来て、ぜひ来てくださいね。本当に子供の勉強にもなりますから。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。